商用山駅は大韓民国系軌道東津川市場、大鳥井和道にある韓国鉄道公社の駅。軽減線の途中駅であるが、東駅を境に南側は交流電化、北側は非電化と方式が異なっており、東駅北は通勤列車と DMZ トレーンのみ乗り入れる。東駅より南側の交流区間である海基駅東駅間は、 首都圏電鉄の運行形態である軽減電鉄線の一部をなしており、本駅はその終端駅となる。首都圏電鉄には駅番号が与えられており、100の駅番号が付与されている。首都圏電鉄の駅では最北端に位置する。駅から小城里方面を望む駅から東津川方面を望む相対式ホーム2面2線を有する地上駅で1号線は 東側の端式ホーム一面一線を軽減線一般列車は西側の端式ホーム一面一線を使用している。駅舎はホーム西側にあり、1号線ホームに隣接している。改札口は一般列車用と1号線用で別々にある。通勤列車だけが走行していた時期は、週末の午後は登山者で大変混雑したが、1号線の開通により混雑が緩和された。 また、利用客の数が5倍以上に増加した。近年の首都圏、電鉄1号線の1日平均利用人員推移は、下記の通り。なお、2006年は、開業日の12月15日から12月31日までの17日間の平均である。鉄道庁国時代75、ありがとうございます。